もしもどうぞチャンネルかなとです。シャンです。今日はかなとくん復活復活イエーイ。復活第一弾はこちら、テレビくん6月が上がってきました。はい、今回もね、たくさん情報が載っております。マジかよ。はい、そして付録も、ついてきております。キラキラ。もうね、見ればわかりますが、こちらですよ。透明バージョン、トリガーマシン1号爆走クリアバージョン。はい、じゃあね、今日はこちらを見ていきましょう。はい、ラジマ。さあ、付録で遊ぶ前にちょっとね、ちょっとだけ見ようね。ちょっとだけ、一瞬だけね。はい、まずこちら、新しいウルトラ、新しいウルトラマン、兄弟ウルトラマンですね、ウルトラマンルーブ、これ楽しみだね、うん、仮面ライダービルドの方なんですけれども、うん、これが新しい仮面ライダーエイボール、エイボールなんかラビットフォーム、ドラゴンフォームになれるらしいよ、こいつが、うん、でね、ここになんかちょこっといるんですけれども、謎のライダー、マットローグ、見せてマットローグってなんじゃい。マットローグってなんじゃい。こいつが何者なのかね、謎ですね。はい、あとはシンカリオンとかベイブレードが乗っております。はい、じゃあチラチラチラーっといきますよ、うん、今回もチラ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 、こんな感じでございます。はい、じゃあね、今日はこっちのフロックで遊んでいきましょう。はい、きらめく正義の VS ビークル、トリガーマシン1号爆走クリアバージョン。こちらね、先月号にはこちらのレッドダイヤルファイターバーニングクリアバージョンがついてきましたね。はい、はい、それのね、トリガーマシンバージョンというわけです。はい、はい、このような感じですね。じゃじゃじゃん、おお、ぶっ飛ばすオールメダルもついております。はい、まずはね、ぶっ飛ばすオールメダルの方を見ていきましょう。はい、はい、こちら仮面ライダーエボル、エボル、まだまだ謎に包まれたライダーですね。はい、謎です。だがマスターです。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 さあ、さあ、そしてこちらね、うん、トリガーマシン1号ですけれども、うんうん、お、シールがありますね。シールがあります。じゃあまずはね、シールを貼っていきましょう、うん、はい、必ずね、シールを貼ってから組み立てましょうね。はい、ちょっとよいしょ、よいしょ、やば、こっち曲がった、えこっち曲がった、もうちょっと上だった、まあいっかこれを貼ればもう終わり。これをはめるの、うん、ちょっと待ってね、はい、ずれた、大丈夫、大丈夫、オッケー、はい、でシールが貼り終わったのではめていきましょう。はい、オッケーできた。はい、こちらがトリガーマシン1号爆走クリアバージョンです。クリア綺麗、はい、このような感じになっておりますね。クリアが綺麗、はい、下はこのような感じですね。はい、デラックス版とね比べるとやはり VS ビークルライトですからちっちゃいですけれども、このクリアバージョンということでね、めちゃめちゃかっこいいです。うん、レッドダイヤルファイターバーニングクリアバージョンと並べるとこのような感じ。こうやって見るとね、かなりスペシャル感が出ますね。いいね。じゃあ VS チェンジャーと連動させていきましょう。はい。はい、1号。音声はね、デラックス版を装填した時と変わりませんね。こんな感じ。やっぱちっちゃいね。うん、ちっちゃい。はい。出動もやっておく？ちなみにこのトリガーマシン1号をね、装填した状態で、ルパンレンジャーだとここでね、ダイヤルアクションがありますが、まあもともとパトレンジャーはありませんね。で、
ライトだったらここが押せるんですけど、まあ、押しても特に音声は鳴りません。笑顔になってるんだっけ。はい、そんなわけで今日はこちらのテレビくんの付録、トリガーマシン1号の爆走クリアバージョンを紹介しました。はい、やっぱクリアだからかっこいいよね。そうだね。はい、そしてね、今月号もかなり、すごい情報がいっぱい載っておりますので、皆さんもぜひ買ってみてね。そんなわけで今日も最後まで動画をご視聴いただきありがとうございます。ありがとうございます。チャンネル登録、高評価、コメントお願いします。お願いします。おすすめの動画も見てね。そんなわけで今日はこの辺でバイバイ。